客さんたちもすっごく盛り上がってたし、文句なしの大成功だったね。堂々とステージに立つ姿はとても立派でしたわ。頑張りましたわね、ルビー。お姉ちゃん、みんなありがとう。ルビーにしては頑張ったんじゃない？ま、このヨハネが見込んだリトルデーモンなんだから、あれくらいはできて当然だけどね。ライブが始まるまでずっと心配そうにしてたくせに。自分のアンラッキーがルビーに移ったらどうしようってね。別に心配だったわけじゃないわよ。眷属の晴れ舞台を天使が邪魔しに来ないか警戒してたの。それを心配してるっていうのよ。ルビーもライブが始まるまでは怖い気持ちが大きくて、ちゃんとできるか不安でたまらなかったんだけど、本番まで助けてくれたみんなやあなたのことを思い出したら心が軽くなった気がしたの。みんなが心の中にいてくれたから一人でもちゃんとできたんだと思う。だからみんなありがとう。ルビーちゃん礼には及ばないわ。メンバーを助けるのは当然のことよ。そうそう。それで、あのね、この前のモデルとインタビューの話、ルビー受けてみようと思うんだ。うん、まだちょっと不安はあるけど、ソロライブの時みたいにみんながついててくれるって思ったらできる気がしてきたんだ。それにもっとアクアのことを知ってもらえるチャンスだと思うから、やってみるよ。じゃあ本番で緊張しないように撮影慣れしておきましょう。小原家専属の一流カメラマンたちを招集して撮影会よ。練習メニューも一度見直した方が良さそうですわね。今のままでも大丈夫だとは思いますが、当日までに絞れるところは絞っていきましょう。うん、ありがとうみんな。ルビー、精一杯頑張るべします。